こんにちは、木村拓哉です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。木村さんはよく不動産投資は投資ではないと、ね、はい、よく言われますけれども、はい、そのあたりもう少し詳しく教えてもらっていいですか？ああ、わかりました、はい、非常に大事なことで私も伝えたいことの一つなんですね、これはね、強くね、はいはいはい、まず投資っていう言葉が何を連想するかなんですよね、はい、うん、多くの人は投資っていうと何て言うかな、お金を読んで字のごとく投げる、資産を投げて、はい、資金を投げ、はい、そしてそれが上がるか下がるかとこうヒヤヒヤしながらこう待つイメージ、ギャンブル的なイメージもねあるかもしれない、ね、そうですね、ギャンブルなんてされてるもんでね、どっちに最高の転ぶかみたいな、そうですよね、投資っていうのは例えば株式投資、あれ株が上がるか下がるかなんてこっち分かんないしコントロールできませんよね。そうですね、その会社の業績とか、うん、ね、あと前の評判とか業界のいろんな動きによって、うん、あと世界情勢とか、あ、そっかそっか、もういろんな要素が上がったり下がったりします、ね、確かにそうですね、自分何もできないですよね。そうですね、なんかできたらかえって危ないんですけどね、見定め的な投資ってのは私はある意味そういうものがいいと思うんですよ、うんうんうん、ただ上がりそうだから上がる確率が高いから今買うとか、うん、うん、カジノなんかそうですよね、こっちに行こうと思うからこっちかけるとか、ね、はい、ね、サイコロとかカードとか、はい、そうと思うから予想してやるもんでしょう、はい、不動産投資っていうのはですね、そういったものじゃないんですよ。だから私不動産事業とね呼んでるのはそういうことで、不動産っていうのはですね、物件買うところからちゃんといろんな多方面からチェックして、この物件はいいと、こういうふうになっていくだろうと、数字的にね、例えば月々の利益これぐらい出てとか、ね、あと例えば空室率はこれぐらい出そうだけどもちゃんと日給できるだろうとか、はい、大抵は10年20年とかも持つもの、何個も30年とか持ったりするものですけども、まあそうなんか持ったとしても相当状況変わらないだろうとかね、いろんなことを考えて自分の判断で物件を買って、そして買った後も運営ということでね、はい、うん、退去が出たら入居付けのアクションを起こす、まあといっても実際運営とくれるのは管理会社でね、自分で入居付けするわけじゃないんですけども、はい、うん、とか、まあ、あとはちょっと価値を高めるためにリフォームしようかとか、ちょっと何か台風かなんか来て、外壁にちょっとね故障が出たから保険申請して保険料出してもらって直すとか、銀行からこれね融資を受けてこうやって返していけるなっていうお金前のこともちゃんと自分で考えてシミュレーションして、うん、ですからこれって事業じゃないですか。確かにそうですね、事業ですね、一つの、うん、例えばあるカフェをね自分で作りたいと、カフェ持ちたいと、どこの場所でどういったカフェでとか、どれくらい融資を引いてどれだけのお客さん入ってもらって、うん、客単価いくらってこう考えながら、うん、で実際始まったらいろいろ軌道修正しながら、うん、これも事業ですよね。事業ですね、同じなんですよ。確かにそういった意味ではどっちに近いですかって言ったら事業ですよね。そうですね、株式投資なんかと全然違いますよね。確かにそうですね、はい、そうなんですよ。だから不動産事業なんです。なるほど、うん、ただそういった言葉がないので、うん、私も不動産立ち上げ言ったって全然広まらないので、うん、私も不動産投資って言ってますけど、うんうん、いつも違うなと思いながら言ってます。あ、なるほど、はい、株だったら例えばグンと上がってああ儲けたとか あるかもしれませんが、不動産事業はですね、家賃が待ってて何もしてずにですよ、グンと上がるとかはないです、うんうんうん、そうそうね、はい、もちろ なんか東京湾岸エリアのなんか、ね、タワーマンションで上がったらとかありますけど、そんな一部の話であって、うんうん、普通そういうことはやりませんし、うんうん、普通はもうずっと安定した家賃でやっていくって感じですね、うん、で規模拡大するのを図りたいんであれば、うん、家賃上げるぞっていうよりももっと数増やすって感じですよね、うん、そして事業を広めていい、なるほどなるほど、で安定度を高めるんであればちょっと拠点を分けてね、はい、エリアを離してやるとかっていう方法もあるし、はい、または一箇所に集中して管理しやすくするっていう方法もいろいろ選択肢もある、うん、これはその人の事業の考え方によるわけですよ、はい、だからこれ事業なんですよ。なるほど、確かにそういう視点ってないですね。聞いてみて初めて、うん、あ、そうなんだっていう、そうなんですよね、うん、不動産投資で事業だねっていう人が本当私周りに増えてきていて、はい、だから本当に言われますよ、木村さんが言われた通り本当にこれは投資ではないですね、
うん、投資のことをよく知っている人ほどね、よく言ってくれます。木村さんこれ投資はないですよ、事業ですよね、うん、木村さんの言う通りでしたってやっぱり言ってくれます。はい、うん、これ やればわかります。あ、はい、投資知ってる人ほど株式投資とかね、あとは仮想通貨ですか、今入るのそういうのを知ってる人ほど不動産投資はもう事業ですねと、投資とは全然違いますね、うん、なんでそんな言葉作ったんでしょうね、なるほどね、って言いますね、うん、まあ、それだけ硬いですってことですよね、ある意味。いや硬いですよ、だって家賃ですから、ねね、はい、一か八かのね、そういった何かに投資をして、ね、儲かるか、ね、落ちるかっていう、はい、そういう賭けではないってことですよね、そういった意味での、はい、そうなんです、うん、これから不動産投資をやろうかどうかで考えている方の参考になればなと思いますね、はい、はい、ありがとうございます、はい、あと私は公式 LINE をやっておりまして、そちらでは私の成功法則と不動産投資資産形成に関する動画16本を無料でプレゼントしております。あと、本気でやりたい方向けにですね、無料通話アドバイスっていうものも用意しております。では今回は以上になります。